本校では、スルプスカ共和国の歴史について述べる。スルプスカ共和国は、ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する二つの構成体の、うちの一つである。スルプスカ共和国の境界線は、デートン合意が交わされて、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が終わった時点での、軍事上の前線におね基づいている。したがって、その境界線に古くからの歴史的な由来はなく、 1990年代の紛争の結果によるものである。このため、スルプスカ共和国の領域は、ボスニア・ヘルツェゴビナの歴史的な地域区分をまたいだものとなっており、その境界線は、歴史的な地域区分やかつての行政上の区分を分断している。ボスニア・ヘルツェゴビナ・セルビア人自治州1991年6月25日。 かつてのユーゴスラビア社会主義連邦共和国からスロベニアとクロアチアが分離するに至り連邦の構成国であったボスニア・ヘルツェゴビナでも深刻な政治危機に陥った1991年10月24日同国のセルビア人の代表機関としてセルビア人による独自の議会が設置されたボスニア・ヘルツェゴビナの3つの主要民族であるボシュニャク人 クロアチア人とセルビア人の三者すべてが合意することは不可能となり、あらゆる分野で政治的進捗が止まった。ボシュニャク人とクロアチア人はユーゴスラビア連邦からの独立を求め、セルビア人は連邦に止まることを望んでいた。1991年11月9日から10日にかけて、ボスニア・ヘルツェゴビナの連邦への残留を問う住民投票が行われた。 ボシュニャク人とクロアチア人が共同して多数派を握る、ボスニアヘルツェゴビナ議会はこの住民投票を違法と宣言し、セルビア人議会は投票結果を受け入れるとした。セルビア人議会は投票に参加したセルビア人、あるいは連邦残留を選んだ非セルビア人が半数以上を占めるボスニアヘルツェゴビナの各自治体及びマッチソンは、 ユーゴスラビア連邦に止まることになると宣言した。1992年1月9日、ボスニア・ヘルツェゴビナ・セルビア人議会は、ボスニア・ヘルツェゴビナ・セルビア人共和国の成立を宣言した。2月28日、ボスニア・ヘルツェゴビナ・セルビア人共和国の憲法が採択され、共和国はユーゴスラビア連邦の一部である、従来のセルビア人自治州。 自治体その他のセルビア人による自治組織を統一した領土を持つとされた。その領土には第二次世界大戦でセルビア人に対するジェノサイドが行われた結果としてセルビア人が少数派となった地域も含むとされた。1992年2月29日から3月2日にかけてボスニア・ヘルセゴビナではユーゴスラビア連邦からの独立を問う。 住民投票が行われた。ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人の多くは、この投票が、議会における、セルビア人の拒否権を無視した不当なものであるとして、投票をボイコットした。1992年4月6日、欧州連合は公式に、ボスニア・ヘルツェゴビナの独立を承認した。 ボスニア・ヘルツェゴビナ・セルビア人共和国は1992年4月7日に独立を宣言し8月12日に国名からボスニア・ヘルツェゴビナの語を外しセルビア人共和国となった1994年の紛争の勢力図 ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍クロアチア防衛協議、カイ・スルプスカ共和国軍1992年5月12日、ボスニア・ヘルツェゴビナセルビア人議会において、セルビア人共和国の大統領、ラドバン・カラジッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナに住む、セルビア人の6つの戦略目標を表明した他の2つの民族の領域から独立した、セルビア人共和国の領土を確立する。 センベリア地方とボサンスカ・クライナ地方を結ぶ回廊を確立するドリナ川渓谷地域の回廊を確立する。すなわち、セルビア人を二つの国家に分断する、ドリナ川国境を消滅させる、ウナ川とネレトバ川に沿って国境を築き上げるサライボを、セルビア人地域とボシュニャク人地域に分割し、二つの国家の首都とする、 セルビア人共和国のアドリア海へのアクセスを確保する、同じ議会の会合にて、スルプスカ共和国軍を設置が採択され、ユーゴスラビア連邦軍第二軍管区の司令官であるラトコ・ムラディッチが参謀長に任命された。1992年5月末、ユーゴスラビア連邦軍がボスニアヘルツェゴビナから撤退すると、連邦軍第二軍管区の大部分は、 スルプスカ共和国軍に編入された。スルプスカ共和国は直ちにセルビア人の6つの戦略目標を実現することを軍事目標と定められた。この軍事目標は1992年11月19日のラトコ・ムラディッチ将軍による戦略命令によって再確認されている。 スルプスカ共和国軍は1992年から1995年まで続いたボスニアヘルツェゴビナ紛争中、スルプスカ共和国の領域を維持、拡大するために戦った。1993年の時点で、スルプスカ共和国は、ボスニアヘルツェゴビナの領土の70%を支配下に収めていたが、その後次第に後退し、1995年の デートン合意時点で、スルプスカ共和国の領域は、ボスニア・ヘルセゴビナ領土の49%とされた。スルプスカ共和国軍の多くの司令官が、ジェノサイド、人道に対する罪、また、戦時国際法違反により訴追された検察は、スレブレニツァにて、ジェノサイドが行われたこと。 ラビスラブ・クルスティッチ将軍その他はその責任を負うことを証明したオルガ・カブラン、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷公庁プログラム、副審公約。紛争初期から、スルプスカ共和国軍やスルプスカ共和国の政治指導者らは、ヒセルビア人に対する戦争犯罪、人道に対する罪、ジェノサイド、民族浄化、強制収容所の設営。 ボスニア・ヘル・セゴビナの文化的、歴史的遺産の破壊などの非難を受け続けた。各方面のオブザーバーは一般に、ボスニア・ヘル・セゴビナ紛争でのセルビア人による強化にや、その他の戦争犯罪の件数は、他民族を大きく上回ると考えている。その被害を受けるのは主にボシュニャク人であったが、クロアチア人も含まれる。 メディアにより流出したアメリカ合衆国中央情報局の重要報告では紛争においてセルビア人は最初に蛮行を働いた集団であり戦争犯罪の90%を占めており領域内から他民族の存在を抹消することを組織的に目指しているとされていた最も顕著な戦争犯罪として1995年の スレブレニツァの虐殺が挙げられる。この時、8000人ほどのボシュニャク人の男性、少年がスルプスカ共和国軍によって組織的に殺害された。また、長期間にわたって続いたサラエボ包囲では、1万2000人が死傷した。ヒセルビア人に対する民族浄化は、特にボサンスカクライナ地方及びドリナ川渓谷地域で多く発生した。 バニアルカでの事例をはじめ、多くの事例は、組織的に、また、スルプスカ共和国の公的機関の関与のもと、行われた。こうした、民族浄化によって、スルプスカ共和国を含むボスニアヘルツェゴビナの、民族分布は一変した。また、多数のスルプスカ共和国の交換が、オマールスカ共生収容所、マニャツァ共生収容所、ケラテルム共生収容所、 ウザムニツァ強制収容所、トルノポリエ強制収容所といった強制収容所の設営によって訴追されている。かつて、小ザラツにおけるセルビア民主党の指導者であったドゥシュコタディッチやプリエドルの虐殺に関与した準軍事組織の構成員らは、後に旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷において人道に対する罪、ジュネーブ条約に対する甚だしい違反。 およびオマルスカ、トルノーポリエ、ケラテルムの各強制収容所における戦時、国際法違反で有罪とされている。オマルスカでは500人の死亡が確認されている。ボスニア・ヘルツェゴビナ領土内における戦争犯罪文書化の国会委員会による調査によると、ボスニア・ヘルツェゴビナの領土内において 68.、68.67%、789のモスクが、 スルプスカ共和国軍や、その他のスルプスカ共和国の人物によって、破壊、既存されている。破壊されたモスクの多くは、ボスニア・ヘルツェゴビナの国家的遺産に指定されており、中には、15世紀から17世紀にかけて建造された、ものを中心に、国際連合教育科学文化機関の世界遺産の一部となっていたものもある。また、 カトリックの教会も同様に多くが破壊された。宗教的建造物のほかサラエボ国立図書館など、数多くの世俗的な建造物も、スルプスカ共和国軍により破壊されている。サラエボ包囲中の1992年、国立図書館は消失した。歴史的遺産を破壊した人物の多くは特定されていないが、 ヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際的な人道組織は、セルビア人当局は、ボッシュニャクジミやクロアチア人の文化的、宗教的遺産の破壊を命じ、あるいは組織し、あるいは黙認したとしている。フェルハディやモスクの事例では、バニャルカの当局は、宗教的、民族的な理由に基づく、ムスリム人への差別に、積極的に関与し、あるいは少なくとも、それを黙認し、 また、セルビア人政権は差別のない宗教的自由を守るという国際人権規約を遵守する義務を逸脱したとしている。地方裁判所は、紛争当時のバニャルカの行政指導者らに対し、イスラム共同体への4200万ドルの支払いを命じた。1993年、国際連合安全保障理事会は、1991年、 以降の旧ユーゴスラビア地域での各種の国際的な人道法への違反を犯した疑いのある人物を裁くためにオランダのデンハーグに旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷を設置した。1995年7月24日、スルプスカ共和国の大統領ラドバン・カラジッチ及びラトコ・ムラディッチをジェノサイド、人道に対する罪の容疑で訴追された。 1995年11月14日、両者は、スレブレニツァの虐殺の容疑で訴追された。2001年8月2日、スレブレニツァの虐殺に関与したスループスカ共和国軍、ドリナ大隊の指揮官であったラディスラブ、クルスティッチ少将はジェノサイドで有罪とされた。このほか多数のスループスカ共和国の政治指導者や、スループスカ共和国軍の軍人が、 各種の戦争犯罪、人道に対する罪で訴追され、裁判を受け、有罪の判決を受けている。カラジッチや、ムラディッチなど一部は、訴追された後、長期間にわたって、逃亡を続けていた。2006年、スルプスカ共和国の当局によって、スレブレニツァの虐殺に関与したとされる2万8000人、ほどの人物の一覧が作成され、うち892人が、 スルプスカ共和国の自治体などで公職についていた。戦争犯罪の容疑者の逮捕と裁判は続けられており、そのために、ボスニア・ヘルセゴビナ戦争犯罪法廷の設立が計画されている。すべての戦争犯罪人の裁判が終わるには長い、年月がかかると予想されている。2004年、デンハーグの国際戦犯法廷は、セルビア人の軍が、 スレブレニツァにて8000人のムスリム人に対して、ジェノサイドを実行したとの判決を出した。同年11月10日、スルプスカ共和国政府は、ボスニア内戦中に、ヒセルビア人に対して行われた、この犯罪に対して真に開墾を表明し、関与したすべての人物を非難する。との声明が発表された。紛争が終結した後、 ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表を通じた国際社会による監督の下で数多くの法制度が整備されていった。ヒセルビア人が自発的に不動産や企業をスルプスカ共和国に譲渡するといった戦時下の不当な契約を修正するために紛争とその処理に関する多数の法が成立した。 スルプスカ共和国の社会的立場を単一、民族主義から多民族主義へと改め、ボシュニャク人とクロアチア人も共和国の主要民族と認めることを目的とした憲法の改正も繰り返された。紛争中にスルプスカ共和国の当局によって故障が変えられた、地名も一部は旧来の名前に戻された。これらの改革は民族浄化以前の状態の復元、 共和国の領域から流出した難民の帰還を推進するものであり、人権侵害として共和国に向けられた避難に応えるものである。しかしこれら改革によって100万人を超える難民の帰還を実際に大きく進めることはできなかった。帰還を望む難民に対する脅迫が横行しており、2001年にバニャルカで起きたフェルハディアモスクの事件のように、 しばしば暴力的な衝突に発展する。ボスニア・ヘルツェゴビナに住む主要三民族の間では、スルプスカ共和国に対する見方は異なっている。セルビア人にとっては、スルプスカ共和国はボスニア・ヘルツェゴビナにおける、セルビア人の生存権を保護する存在であり、他方で、ボシュニャク人から見れば、スルプスカ共和国の成立、存在、その名前、 文章は論争の対象となっている。2002年9月、スルプスカ共和国エクティ協力局は、スレブレニツァ事件に関する報告と題される、報告書を起こした。報告書の著者は、ダルコ・トリフノビッチであり、多くのセルビア人政治家の支持を受けたものであった。報告書では、1800人のムスリム人の兵士が、 戦闘によって死亡し、さらに100人が疲労によって死亡したとされた。報告書では、個人的復讐や国際法の無理解によって、ボスニアセルビア人に殺害された、ムスリム人の数は100人程度であるこれらの犯罪が、個別的に起きたものか否かをまさしく明らかにするために、加害者の特定が重要である、と記されている。国際危機グループや国際連合は、 報告書に記された内容は別荘なものであるとして非難した。2004年、国際社会を代表して、ボスニア・ヘルツェゴビナの監督にあたる、ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表のパディアッシュダウンは、スルプスカ共和国政府に対して、スレブレニツァ事件に関する調査委員会の設置を命じた。調査委員会は2004年10月に報告書を発表した。報告書では、 この事件に関連して死亡あるいは行方不明となっている8731人の名前を特定し7793人が1995年の7月10日から19日までの間に938人がその後に死亡したと記されている。委員会による調査結果についてセルビア人民族主義者の間では論争がある。彼らは報告書が ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表からの強い圧力の下で作成されたものであり、以前の報告書を否定するためのものであると主張している。しかし、この時のスルプスカ共和国大統領ドラガン・チョビッチはテレビ会見にて、セルビア人勢力が数千人の一般市民を国際法に反して殺害したことを認め、スレブレニッツァ事件は、 セルビア人の歴史に暗黒の一章を加えたとした。スルプスカ共和国政府は、スレブレニツァ調査委員会の報告書を閲覧した後、2004年11月10日に公式に謝罪した。政府は、報告書は、1995年7月に、スレブレニツァ地域で大規模な犯罪が行われたことを明らかにした。ボスニア・ヘルツェゴビナセルビア人政府は、 スレブレニツァの被害者の家族と痛みを共有し、また悲劇に対して真に解婚し、謝罪すると表明した。2010年4月、スレブレニツァでの犯罪を非難する決議案は、スルプスカ共和国出身議員の反対によって、否決された。スルプスカ共和国首相ミロラド・ドディクは2004年の報告書の見直しを始めるとして、報告書にある死者数は誇張されたものであり、 当時の平和維持軍によって捜査されたものであると述べた。ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表はこれに対して、スルプスカ共和国政府は、その決定を考え直し、自身を真実と、法制度の下に置くべきであり、被害者の家族に、さらなる悲嘆を与え、歴史を冒涜し、自国の印象を悪化させるよりも、昭和的に行動すべきであると述べた。ありがとうございます。